高齢祭は、歴代の天皇、皇后、皇審の礼を祭る儀式で、宮中祭祀の一つ。大祭。毎年2回、春分日に春期高齢祭、秋分日に秋期高齢祭が採用される。もともとこの日はお彼岸であって、先祖を祭る日であった。またお彼岸に、最も近い土の絵の日は、社日として、宇じ子が宇じ神たる神社に参詣し、 春は五穀豊穣を祈り、秋は実りある収穫に感謝する習わしがあった。古代中国では祖廟を祀る日であった。1878年にそれまでの歴代天皇や主たる皇族の期日を春と秋にまとめ奉仕した。1908年9月19日制定の皇室祭司令では春季高齢祭、秋季高齢祭ともに大祭に指定。 同法は1947年5月2日に廃止されたが、1948年以降も、宮中では従来通りの春季高齢祭、秋季高齢祭が行われている。祭祀に続いて、高齢殿の前提にて、神楽の鈍図がそうされる。また、年中祭日祝日の休暇日をテーム、及び休日に関する件により、 春季高齢祭は1879年から1948年まで、秋季高齢祭は1878年から1947年まで、同盟の祝祭日であった。以降も国民の祝日に関する法律により、それぞれ春分の日、秋分の日と解消されて、国民の祝日となっている。ありがとうございます。